この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。指導というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう説かれ、そう読みを耐えるのじゃ。黄泉を忘れ去った在りし日と我を誘う。タゲロウにこれより多くの命を取らせぬため。ではお主の思う女をただ一人永遠の道を歩ませるのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど
我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。またしてもまばゆい幻、欺かれはせぬぞ。読み。
前に進むことができようぞ。ここに切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を過ごしておる。のごとき浅ましき地にありても先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。黄泉が許すならばじゃ。
早道などありえぬ。仇討ちを望むのであれば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。失った者の幻、さらに欺き、まやかしじゃ。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。二人が終わりに迎えようとしている。いよいよこの腐った騎士を去り、なすべきことをなすのじゃ。目先ばかりの義がお前を囚われる身にするだけじゃ。
れは何のまやかしじゃ。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。ならば我らは何じゃ、ヒロキ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らは陽炎にとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げね。まことにお主を導く者を知ることじゃ。